頑張る君に見る気分一つで世界は変わるよ。生ミルキーで世の中癒されすぎてちょうどいい。ありがとうございました。頑張る君に見る気いろいろあるけど気分一つで世界は変わるよ。君の人生は主役なのさ。今日ちゃんと褒めて明日へ。生ミルキーで世の中癒されすぎてちょうどいい。じゃあお願いします。本番よーいスタート。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。よーいスタート。ありがとう。カメラさん、ちょっと具合が難しいですけど、もうちょっと、はい、嬉しい感じプラスあるともっといいかな。チッパ多分あれだと思う。はい、本番せーの。はい、じゃあお願いします。はい、本番いきます。よーいスタート。ありがとう。ありがとう。じゃあ一回プレイバックをね。いやいや好きな顔はい、プレイバックチェックします。ボックス踏んじゃった。じゃあ体勢取りますよ。一回一回もう倒れた状態から、はい、あの、はい、じゃあやってみます。スタート。ありがとう。はい、よかった。ね、いきます。よーい。スタート。あー、よかった。イエーイ。じゃあ、いいんじゃない。次。いきます。よーい。スタート。カット。カットでーす。で、目を開けて、いやいやいや、目はめちゃくちゃ良かった。はい。わらげがありました。ミルキーじゃない。わかんない、わかんない。じゃあ、お願いします。はい、素敵。うん、失礼します。はいはい、うん、綺麗。はいはい、ありがとうございます。うん、はい、はい、ましょうか。はいはい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いい感じ。いいですね、いいですね。あ、いいですね、いいですね。いいですね、はい。OK、チェックします、チェックします、チェックします。包まれてます。はい、うん、いいですね。ラスト、ありがとうございます。一回確認します。はい、これぐらいでやってもいいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。うん、綺麗。はいはい、いいですね。うん、素敵。はいはい。はいはい、素敵です。あ、そのぐらい、あとそのぐらい引き気味のやつもらっていいですか。いろんな種類のミルキーをたくさんいただくことができてすごく癒されました。幸せでした。はい、もう誰もが知るお菓子ですし、
私も本当に小さい時から慣れ親しんできた味だったので、とても嬉しく光栄に思いました。やっぱりミルキーのせいじゃないですか。現場にはまだ生がいなかったので、完成したのを見るのが楽しみです。きっと可愛い妖精になってるんじゃないかなと思います。私が中学生か高校生くらいの時に、なんかジュッペコっていうのが流行って、ペコちゃん、ミルキーの包み紙にこうどこも切れてない完全体のペコちゃんが 10人いる時があるんです、ごく稀に。それを探すのがすごく流行ってました。で、見つけたらその包み紙を大事に取っといたりとか してたので、結構青春の味です。私も同じです。ありますよね。なかなか、そう、なかなかないんですよ。8とか9で終わっちゃうんです。しかも最近もっと少なくなってる。やっぱりそうなんですね。ちょっとまたリベンジしたいと思います。私は結構音楽に癒しを求めます。優しかったり声が柔らかい方の歌を聴くのが好きなので、そういう曲を流してぼーっとしたりとか、あとはもう家中を真っ暗にしてひたすら寝たりとか、割と静かに癒されてます。抱き枕、現場にもミルキーの背の代わりに大きい抱き枕があったんですけど、もうああいうのにしがみついて寝ます。はい。本当に私はこの優しい甘さが大好きです。今日は頑張ったなという時や、これからちょっと頑張らなきゃなという時にミルキーで一息入れて癒されてください。